波長調の練習をします。まずこっちですね、なんで波長調っていうかというと、音楽ってまずラが一番最初発明されたので、ここから、日本語ではイロハニホヘトって名前が付いてます。またここからイロハニホヘト、あのドレミっていうのはこれはイタリア語なので、日本語ではイロ、イロハって何かで昔のアイウェオにあたることですね、順番ですね。でどの音はイロハで歯に当たるので波長調と言います。で指くぐりの仕方ですね、親指をドに置いて、でこの時にこうやって弾いてしまわないでくぐります。親指をここに置きます。うまくいかなかったらゆっくり練習してください。左手の場合は小指をドに置いてここですね。でここまで弾いてしまってから乗り越えます。で3の指ここ、もう一回いきますね。ずっと行って乗り越える印です。こうです。で、ここ行きますね。これ、3の下くぐってずっと行って戻ってくるまでですね。ここ右手の指使いです。1、2、3、1、2、3、4、5、4、3、2、1、乗り越えて3、2、1。左手は、やる場合は小指です。こうやりにくい場合はこっちでやっても構いませんので、5、4、3、2、1、乗り越えて3になってます。3、2、1、2、3、くぐる1、2、3、4、5という感じです。でこちらは、カデンツといって和音を覚える練習です。これは、音楽で、ね、これは赤い旗です、これはオレンジの旗です、これ水色の旗です。でまた赤い旗に戻ってきます。これ色が全部違うと思ってください。でこれ弾きにくい人はこうバラバラに弾いてもいいです。分散和音にしてドバラジャン、これ1音ですね。シバそうでもいいんですけども、ね、こっちも水色の旗です。これも水色の旗で、シバソジャンがドミソです、ね。バラバラにしてこう弾いてもいいです。左手も同じようにバラバラにしてからジャン弾いていいです。ドバラですね。ドバラジャンシバソシバソジャンドミソです。よく間違えやすいのはこの真ん中の指。1、3、5とか1、2、5、これ間違いない。ここ弾きますね。ドバラ、こう1、4、5とか弾かないで真ん中に3の指があるので1、3、5でドバラ弾きます。こっちもこっちで、ドミソの次ドバラをわざわざ真ん中中指にしなくてもこっちの指の弾きやすいので、こう広がりますね。ここね5、2、1でドバラですね。でこれをちょっと両手でまあこういう練習します。このドミソとドです。これね一番最初こういう曲があってパートとファラになってます。ちょっと広がる感じ、曲でサビの部分とか音楽で一番聴きどころによく使う音ですから。でもうすぐ曲終わるっていう時にこのね、あの青い水色の旗に当たるちょっと静かな感じで、ね、よく使います。で最後は必ず波長調はドで、ドミソの和音で終わります。赤い旗、オレンジの旗、水色の旗、赤い旗っていう色変わる。ここ弾いてみますね。ずっと上に行って下まで戻ってくる間に色が変わります。赤い色、ちょっと水色が変わりました。赤とかね、ここからねくぐります。次レファソです。レファソよく練習してください。次シファソ乗り越えてこんな感じ、もう一回いきますね。くぐります。そうしてますね。ストップ。次シファソ。で、どうぞ戻ります。で、難しい人はここばっかりよくよく片手を練習してください。